住宅街の雪山に突っ込んだ路線バス。運転席側がへこんでいます。事故があったのは札幌厚別区の JR 森林公園駅近くの十字路交差点です。今日午前10時半過ぎ、新札幌駅行きの路線バスと捜査の用務に当たっていた警察のワンボックスカーが出会い頭に衝突しました。警察によりますと、この事故でバスの運転手と乗客2人のほか、警察車両に乗っていた2人の合わせて5人が病院に搬送されましたが、いずれも意識はあるということです。現場は事故当時、路面が圧雪状態で、交差点には信号機や一時停止の標識がなく、警察が事故の原因を詳しく調べています。